こんにちは、井上尚弥選手への、次期指名挑戦者決定戦で、4月にアメリカで、行われると。でそれがですね、同級3位のメルビン・ロペス選手と、同級4位のラモン・カルデナス選手との間で争われると。で WBA はこれを、暫定的な承認として、見なしてくださいというところで、暫定的な、指名挑戦者っていうのが4月に誕生と。でこの、ラモン・カルデナス選手とメルビン・ロペス選手の、詳しい、深掘りしたような、ところは後ほどね動画をしっかり作っていこうと思うんですけど、ざっと、メルビン・ロペス選手の戦績が、26勝、17 KO 1敗でニカラグアの選手とで、カルデナス選手がアメリカで国籍がアメリカで、戦績が、20勝10 KO 1敗っていう選手です。はい。でまあね、しっかりとした動画はね後ほど作っていこうと思うんですけど、これで動きがね出てくるのかなというふうには思いますけど、でも次井上尚弥選手がねドネアとやって、でその次がねどうなるのかっていうところではありますけど、今年の後半にスーパーバンタムなんていう話もあったりっていうところで、このね、指名挑戦者が、できてね、井上尚弥選手に今年の、後半に激突できればいいですけど、でもスーパーバンタムにね井上尚弥選手が上げちゃった場合、このね、指名挑戦者、が繰り上げになるのかなとかね思ったり、してますけど、とりあえずはですね、井上尚弥選手の、次期指名挑戦者決定戦っていうのが、アメリカに4月に行われるというところの動画でした。はい。皆さんもですねぜひコメントがあればよろしくお願いします。